長になるわけだから。よし、お前やれるもんならやってみれって、通帳僕に投げつける。ジャーンって投げつけてさ、通帳投げつけられたんで、やってやるわってやったんだけども、通帳が真っ赤っかなんですよね。で、真っ赤っかの通帳を渡されて、もうやるしかないと思って、それからやり始めたんですけど、だけどその時ね、うちの父親がね、なんて言ったかというと、よし分かったと、お前がそこまで言うなら事業、この山下家の山下の親はお前に譲ってやろうと、その代わり俺も今から仕事はまだ続けるから、俺には給料払えよって言った。俺には給料くれんだったのに、父ちゃんには給料払わなんとみたいな。まあ仕方ないですよね。だからそれから、父親と母親に給料やりながら、私が27歳から経営をやり始めた、まあそういう状況だったんです、まあとはいえ、ここからがね、今日のねテーマなんですけど、すいませんね、前置きが長くなって。だけどこの時ですね、僕は得意技があったんです。得意技、何が得意技だったかというと、先ほどの心の感情で物事は進みません。こうソロ版の方ね、ソロ版の方の感情、これで進めるんです。これがね、事業承継のポイント。だから息子さん娘さんの世代で、なあ、もううちの親父とおふくろがなかなか事業場、農業場譲ってくれんとたいという人たちはですね、これこっちのソロ版の感情ね、こっちの方をバッチリやった方がいい。例えば、この次の話になるんだけど、なんで感情で進めるべきかってことなんです。このハイブリッド農業っていうのがね、今からトレンドになるんですけど、このハイブリッド農業っていうのは、例えばパソコンとこの電話が一緒になったらスマートフォンになりましたよね。スマートフォン、そしてスマートフォンに時計をつけたら、こういうふうにね、アップルウォッチになったりしますよね。まあ、そんなふうに何かと何かを組み合わせるのがハイブリッドと言います。ハイブリッドね、ガソリンと電気で走るハイブリッド、プリウスみたいなね、そんなやつです。で、どうやったらハイブリッド農業ができるか、ここね、皆さん今日しっかりとね、ああそういうことかって覚えて帰ってください、これ農業×まるまる、農業と何かを掛け合わせるんですよ、この農業と何かを掛け合わせると、すごくハイブリッドな農業ができます。それがこれからの農業なんです、で、例えばですけど、この農業かけるホニャララってどういうことかというと、この質を上げるっていうことになるんですけど、ごめんなさいね、ちょっとあっち行ったり、ね、こっち行ったり、質を上げるっていうのがこうですね、質を上げるっていうことになります。で、なかなかね、質を上げるって分かりにくい。なんでかというと、今まで我々がやってきた農業っていうのは、単収を上げるとかね、収量を上げるとかね、そういう風なイメージがあったんですけど、違います。これからはですね、もちろん単収を上げるのも大事ですよ。一旦あたり8票取れるより9票取れたがいい、9票取れるより10票取れたがいい、分かります。だけど質を上げるんです。これが今からの農業、どういうことかというと、この質を上げるっていうのがやっぱり利益、ローン、こんなの山下さんから言わんでも、いつも土管やってから利益出すかって考えよるよ、違う。おそらくね、皆さん方が今頭の中にあるのはね、利益も考えてはいらっしゃるだろうけど、やっぱ売り上げの方なんですよ。だから売り上げを上げるというよりも、いかに利益を上げるかっていうのがポイントになります。で、そこで今日稼げる農業の方程式っていうのをちょっと皆さん方にプレゼントしますので、ぜひ持って帰ってくださいね。で、それがこの売り上げを上げるためには、単価かける出荷量、これも当然ですよね。300円の野菜を 10個売りました。そしたら3000円が売り上げました、1ケース1000円の、トマトを、10ケース売りました、 10ケース取れました、だったら3万円になりました。まあそんな風にね、売り上げっていうのは単価かける収量、これも合意存在。ところがですね、この売り上げから経費を引かなきゃいけない。この経費がくせ者なんです。で、この経費を引いた残りが利益、つまり我々の農業収入、農業所得ってことになる。で、これまでの農業っていうのは、この売り上げを上げるために一生懸命頑張って利益を増やそうとしてきたっていうのが、我々が、まあ、特に私の農大出てるんですけど、農大でも習いました、ただ売り上げを上げるために、この単価と出荷量っていうのをこう上げるんですけれども、単価と出荷量を上げるためにですね、単価を上げたり、この市場出荷しているときに、なかなかこの単価っていうのがやっぱりコントロールできませんよね。
っぱり需要と供給のバランスで野菜の、ね、が高かったり安かったりしますから、でその中で、だからこの出荷量っていう努力を皆さんやってきたんです。単価がコントロールできないなら量で勝負する、当然そうなんです。だから一生懸命単種を上げよう単種を上げようっていうふうにやってきた。だから単種で面積を広げていこう、でも面積を広げていくと大きな機械がいる、だから久保田の大きなトラクターを買おうって、まあ、こういう立て付けだったわけですよ。ところが出荷量を増やそうとするとどうしてもですね、経費も上がってしまうんです。そうですよね。でこの経費が上がってしまうことによって結果として、利益がやっぱり少なくなるっていう、これが今まで我々の農業を、まあ、苦しめてきたんです。これが課題なんです。でここをどうやって改善するかっていうために、我々がやらなきゃいけないのはこの単価を上げる努力とこの経費を下げる努力って、この2つをやらなきゃいけない。まあ今更ね言われなくてもやってるよって方たくさんいらっしゃると思うんですけども、これからの稼げる農業の形っていうのはこの経費を下げる努力と売上を単価を上げる努力、この2つ、うん、でこの2つについてちょっと今から早足でお話をしていくんですけど。